はい、皆さん、こんにちは。インクスレベル代表のレオンこと角匠です。今日はね、えー、ちょっとしたルアーのチューンのね、ご紹介します。まあ、ルアーチューンってあってねあの、大げさなもんじゃないの。誰でもできるフックチューンです。ね、どんなフックチューンこんなフックチューンです。はい。これ、ミニマル6号ね。 ミニマル6号の後ろの針を外してカンナつけてんだ。えなんでカンナこれね今日のお話する前にね、えー、今広島を中心とした瀬戸内全域やそれからそうだな今からどんどん良くなるのが、えー、九州は長崎だとか佐賀だとか大分だとかあのね冬場にねイカがたくさん回ってくるのよ。で 先週か先々週ぐらいからね、広島市内の,あの島しょ部、島でもね、すんごいいい蝶が出てるの。で、僕は25、26年ぐらい前からあのルアーであ,のああいういい顔を釣るのをねあの、やってましたので、改めてちょっとお見せしとこうと思うんですけども、<laughs> ツイッター X でね、X レベルのサポートアングラーである、やす子さんという女性の、もう、 女性ですけど超ベテランのね、なかなか腕出したアングラーさんが、一回めっちゃ釣れた、SPM65、もう大当たりみたいなねツイート書かれてて、で、きのこととも言かれてるので、それをね、ちょっと画面共有で先に見ていただきますね。はい。X の画面です。これは安子さんです。y アットマーク s u c o ドットまでついてるね子さん皆さん興味のある方はねちょっとしっかりあの見てあげてください。これでかくないこれでかいよね。瀬戸内の堤防からこんないいイカ釣れてんだよ。これさどう見てもケンサキイカなんだよねマイカ。でケンサキイカってのはまあ通常夏イカとして知られてて僕たちも夏になるとね あのチャーター船みんなでやっチャーターボートって日本海が主なんだけどね、はい、はいでこれナッツジグの3 5ムにいいアシストフックのようなものを2個使ってましたこれなかなかかからないんだよねえー、っとね動画がね2本あるのでちょっと見てみましょうナッツジグ3.5 っと投げて、まあ長いのでちょっと早まします送りますねまあマイクロエッギングのようなやり方やないよねボトム付近でカープフォールからフリーにしてるおおた来た,来たー外れた外れたこれあのね 当然だよね。シングルフック、日本のチラシバりだったり、あるいはパラグのままだからトレブルフックなので、そうそうね、きっちりかかってはくれないです。イカですからね。まあ当たり前なんだよね。うん。今度は腹筋にします。シャクシャクって、テンションポール わあ来たすごいよねなんかすぐずれてるよ驚き彼女先週だったかなめっちゃ釣ってましたよもう1頭1匹ぐらいの勢いになってきたので十分確保できたから帰りますなんてツイートしてたけどすごいですあのサイズだから竿をよく曲がるお引く引くグイングイン言ってる <laughs> 楽しそうだよねいや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  煽りって言ってる。<laughs> 大きいからびっくりしてんだよ。なるほどねって感じだよね。<laughs> ランディングネット出してました。<laughs> 素晴らしい。はい。おお、でけ <laughs> すごい。 とということでね検査先イカ、九州だと今からのメバリング本格シーズンになると堤防の構内の明かりにね、槍イカがたくさん寄ってきます。これもね、あのルアーにすごく反応がいいので。で、えぎと考えがちなんだけど、えぎじゃ釣れにくい場面もたくさんあるんだ。公安部に入ってくるこの手のやつは。なぜかシンキングペンシルが一番よく当たったり、メタルジグがよく当たったりするので。 まあちょっとしたね、ど加工をして、注文して用意していた方がいいよ、ということです。で、瀬戸内だと、まあ、そろそろ1月ぐらいから、あのスルメーカーのこんなちっこいのも回ってきますからね。<laughs> そういうのも覚えておいてください。ということでね、あの、いろんなイカが釣れるんですけども、あそうか、冬場に堤防からイカ釣れるのか、と。そう。いても気がつかない人が多いんだよ。だって、ジグヘッドにワームつけてやってたら、プっと来て、あ あ乗らないぬあ今の何だっったの乗らないいイカである可能性大っていうかほとんどイカだからね <laughs> だからえそうなのってじゃあ僕も釣りたいっていう人はねあのぜひ今日のチューンをいろいろ試してほしいのです。でプラス本気でやる人はね知っててほしいのはねこういうメタル系あバイブレーションこういうバイブレーションが 意外に効くんだよ。こっちは樹脂バイブだよね。バスデーさんの。手元カメラで見ていただきましょうね。このバスデーさんの、はい、レンジバイブの、これは55の方だったかな。多分55だと思うね。普通にメバルなんかでもやるタイプのレンジバイブですね。シーバスによく効いたりしますけど、僕はメバルでよく使ってました。レンジバイブ。で、 バイブなかなか面白いよねイカにっていうんで僕なんか友達とその剣先イカを釣りに行く時に、えー、普通のメタル、えー、なんだっけイカメタル普通のイカメタルであんまり、えー、当たりがない時で二点仕掛けのオババリーグって呼ばれてるあのに二寸えぎとかをね二点仕掛けで。 やるるがあるよねそれでもあんまりバイトがない時にもう前もってねこういうものを僕たちはねいろんなことを試したいので入れてみたんですよバイブをめちゃくちゃ当たるんだこれが <laughs> 案外ねバイブレーションって効くのよまあこれはもう 40g とか40もないかでもこれは14水以上はあるな、まあ、30g ぐらいあると思ってくださいこういうの効くの なので、堤防からやる場合でも、えー、レンジバイブの45とか55とかね、あるいは、こういうね、アミコン。アミコンの、4マレスの、はい。こういうシンキングですね。こういうのを持っておくと、どんなシーンにも対応するし。 今シーズンね、やすこさんがその瀬戸内で昼間にライトゲームやってて、ナッツジグを投入してたらね、ガンガン当たってくるらしいの。当たるよね。ナッツジグってさ、投げたら水平ホールするじゃん、こう揺れながら。これ、剣先をボ、オフショワーの剣先やったりしたらよくわかるけど、そのリグが縦の方がよく抱来ときと、これは吸ってで釣っても一緒なんだけど、 縦すってが効くときと横すってが効くときがあるの、イカって必ず。うん、だからナッツ軸が偉く当たるよねっていうのはね、これはナッツはフォールのときに水平にフォールしていくので、で止めてもすぐにこうはならないからね、非常にこれも有効な武器とな,なりえるはずです。ただ僕はナッツでイカはまだ本格的にやり込んでないので、えー、安子さんのツイートを見て、今シーズン僕本格的にナッツで何種類か作って。 です。で、去年のじゃないや今年の夏に行ったら使おうと思ってたこの 8065g、えー、かもう実は作ってたんですけど、えー、海が荒れて船が出ずにねあの乗れなかった残念だったんだけどオフショアでやるときはもう 60g とか 80g 重たいナットジグにこういう風にね、えー、やれば釣れますので覚えておいてください。 はい、では早速作り方をねご説明します必要なのは今お見せしたようなまあ堤防でやるんであればメバリングで使うようなシン,、えー、シンキングペンシルあのフローティングはねちょっと使いづらいと思うだからまあ、うん、そうね今あのインクするので言うなら SPM の65の S&S これが一番層が上です、まあ、次だったらシュガーアミノの50 S S で、もっと早く沈むのは、えー、SPM の6号と7号のバスレーサーのノーマルウェイトのやつ。これは早く沈みます。で、それ以上深く沈めるとか、流れがあるから沈みにくいというときは、ナットジグ、超おすすめですね。はい。材料としては、まずプラグが、えー、ルアーがそういうルアーです。で、次は針。 イカツール、手元で見ていただきましょう、はい。イカツールという製品です。で、この手のね、藍のついたカンナバリっていうのは、あまりたくさん作られていません。もう、ほぼこの銘柄だけじゃないかと思うぐらいありません。で、サイズが SS と S と M とあります。 うん、まあ、SS もいいんですけど、僕はね、ほとんど S と M なんですね。ということで、はい。愛月のカンナバリ、これを用意します。ルアーが4、5種類。まあい、1個、2個でも構いませんけど、僕は4、5種類。パターンの違うやつを持っていって、状況に合わせますので、4、5種類。それから、カンナバリ、イカツールの S と M がひとまずおすすめ。で、次はね、 熱収縮チューブ、うん。炙ると細くなるやつね。熱でピヨーッと縮むやつです。これがないとダメですね。えー、なぜかというと、普通のルアーにカンナバリを、えー、スプリットリングで接続すると、下へパランと垂れるからです。これだとね、まず、あの、フッキングが悪い。フッキングが悪い。全然釣れないわけじゃない。 普通に針ぶら下がってても、えー、トレブルフックだったらそんなにかかるんだけどまあフッキング効率がカンナと比べたら5分の1ぐらい落ちちゃうよね。それが一つと「いやカンナだからいいじゃん。スプリットでぶら下げれば」って言うけどね。これが下に垂れてると、えー、フッキング率が2分の1半分ぐらいまで下がります。お尻の方がいい。でなおかつ イカを外外すとときにここがブラブラだと外れなくて大変 <laughs> でこうやってるとかけたイカをこう片手でピッとやるだけで外れてくれるのでそこも手返しが早くて便利になるのでやっぱりねお尻につけて熱収縮チューブでねまっすぐしてやるっていうのがね大事ですし SPM なんかを使う場合は、うん、そういうふうにしてあげないとあのアクションも悪くなる。これまっすぐついてた方がね明らかにアクション上がります。イカの抱きもよくなります、はい。ということでね熱収縮チューブが必要なんですけどちょっとねネットでいいものを見つけたんです。 これね。amazon で見つけたんだよね。熱収縮チューブって検索してたらこれに行き当たった。これ良くない？サイズごとに。12種類入ってんだ。色持ちがあってて。これがねうわあ。いいわと思って買って使ったらすごい。便利だって。この全部このサイズで切ってあるからさ。普通は釣り具屋さんに。 熱収縮チューブ買いに行ったら、あの巻いてあったりさ、長いまんまなんだよね。で、どれが何ミリかわかりにくいじゃない。このメーカーさん、まあ、中国のメーカーさん,なんだろうけど、親切なことに、ね、蓋の裏にね、サイズ表が貼ったのよ。うん。だからこう、箱の中に入ってるんで、これが、どの列が何ミリかがわかる。<laughs> はい。 で僕が主にライトゲームで使うのは5ミリ、6ミリが一番多いのね。今の製品で言うと黄色が6ミリ、黒が5ミリで黄色が6ミリ。で、青いのに3ミリとかね、いろいろあるんですけどね。ジグで使ってるやつは緑ですね、えー。緑がね、確か3ミリ使ってます。そして、 熱収縮チューブ。この3種類があればできます。はい。ということでね、じゃあ早速、えー、作業をしていきましょう。うんと、作業の方は、SPM の6号でやりましょうか。SPM の6号使います。アイテムとカメラで。SPM6 号でやります。で、リアのフック外します。 外したらカンナの方へスプリットリングをつけておいてください。はい。こっち側にスプリットリングついてると作業がしにくいです。必ずカンナ側に先にスプリットリングをつけておきます。はい、次は熱収縮チューブをね、用意するんだけど、ちょっとだけコツがあって。 えーっと、製品の長いやつを出しておこうか。まあ、ルアーのね、このお尻のサイズによって熱収縮チューブの経緯を選べなきゃいけないんだけど、SPM の65には、えー、5ミリがおすすめです。6ミリでもいいんですけど、この黄色い方の。6ミリよりも最後に炙ってね、縮めたときに6ミリより 5ミリの方がね綺麗に閉じます。これぐらい。言いにくいかな。ほら、細く仕上がってるでしょ。ピタッとね。うん。こっちはちょっと大きいよね。はい。ということで、大体、えー、この5ミリパイプがおすすめです。 で、長さをどれぐらい使うかなんですけど、ここにちょっとコツがあるので、しっかり見ておいてくださいね。はい。5ミリパイプをお尻から突っ込みます。突っ込んだら、これをいっぱい奥までギューッと押し込んで、ギューッと。はい。押し込んだら、次は爪でね、リアの 位置を探るそこに藍がついてるからね。はい、そしたらここそこから5ミリくらい上をカットしておきます。こんな状態になってる見えるかなお尻見えますね。で作業するときにね、ここにフックがついてると。 危ないので、これ外しておいた方がいいです。今僕、つけたまま説明してたけど。外しましょう。はい。フロントフックは、もう外しておくと。で、チューブをぎゅーっと突っ込みます。覗くとこんな状態。で、こっから先はちょっとカメラで見にくいと思いますので、想像だけしてくださいね。カンナフックをオープナーで 直角に掴んでしっかり持っておきますしっかり開いて、ね、iPhone だと近くのピントが来ないねでしっかり持ったままここのね穴からぎゅーっと先っぽ入れてフックの位置を のを確認してそこにリングをこう見えないんですよやってる作業時はねどっち向き合ったなーっていうのを想像しながら入れていきます失敗しました、ね、深すぎる深すぎてあの作業するとこまで届かないだからこれを僕はギョーッと突っ込むって言ったのねその辺もあるんですということはこれが長すぎる 作業しやすいようにもう2ミリ。絵が見えてきたかなちょっと見えるかなできるだけね長くしときたいんですあの。熱収縮チューブでリグをきちんとあの止めるために短いとねすっぽ抜けてブラーンとなったんじゃ意味がないので。 作業できるギリギリの長さをでセットしたいなっていうところですね。ちょっとも僕は手先が不器用だから僕ができるんだから誰でもできるよって逆に言いたいね。はい装着できました。でぐ,ぐしゃぐしゃとなってるからあのスプリットリングを縫い込んだりもしてるからこれをねちゃんと整えてあげます。うん はい、きましたで、この状態で、これ下がってます。ここで、パイプをね、戻してあげます。しっかり全体が止まるように、またお尻あるな。もっと後ろ下げてもいいね。これをフックの方にずらしてあげる。フックの軸と、ボディに、このパイプが半々かぶるぐらいのところまで。 戻してあげたいですね、はい、でここからね熱をかけて炙って、えー、普通のライターでも構わないんですけど僕は僕はこのこれはい外のバーナー使ってます。 で,できるだけボディに対して針がちゃんとまっすぐな状態でつくように、とりあえず軽く整えておいておいて、軽くね、最初はきちんと揃わないんで、とりあえず一回、あーたぶります。軽く。といて、回して、角度を見ます。どっちから見ても、 いい角度でついてるかどうか。大丈夫そうですね。はい。で角度調整しながら、どんどん炙っていって、しう。ん。で、手元にこういうものを用意しておいて、うん。炙ったら冷やす。はい、出来上がり。これ。もうピンピンだよ、これ。これ。もうカチカチ。 で多少グラグラしても大丈夫ですからねあのここが閉まってるのでうんあの釣りにはね多少グラグラしても差し支えない、えー、前使って何匹か釣ってるやつでもグラグラはするけどこれで十分こうやって外せるのであのカンナがついてると外しカンナじゃないあのバーブがついてると外しにくいんだけどイカ針って特にこれはあのイカツールは返しなしなので 外外すににこうやって外れるんだよ簡単にブラブラしてるとイカが外しにくいのが一つとまっすぐついた方がねルアーのアクションもそこにないというのと、まあ、見た目にもスタイリッシュなのでこういうふうなね形ではい加工すれば、うん、快適で使えますよ多少グラグラしても困りません、ね、多少グラグラします全部これもするのかな こんな感じで、はい、ナッツジグでもやりましたね、うん、ナッツジグは細いのでお尻がでパイプも3ミリの細いの使いやすかったのでこれは比較的しっかり止まってますうん。 はい。ということでね、サイズごと、まあ大きさの問題であるとか、沈むとか沈まないとか、震えるとか震えないとか、ね、うん、いろんなタイプを作って用意しておくといいと思いますよ。はい。ということでね、こういうふうにいろんなタイプを、重いのや軽いのや、少し大きいのや、うん まあ、ルアーとしてね、あのー、その、フォールスピードであるとか、アクションであるとか、違うものを4、5種類ぐらい用意したら、もう、完璧です。<laughs> はい、ということで、いかがでしたでしょうか。うん。えー、もう僕も、僕、イカ食べるの大好きなもんですから、もう24、四5年来やってる、えー、ルアーのチューンのね、ご説明でした。 よかったらぜひ皆さんも真似してみてください。